で先ほどの動画はですね、西新井駅西口再開発のところなんですけども、今回は東口ですね、元ですね、イオン、すいません、旧ですね、前から西新井さんに、旧日西新井店でございますけども、ここからですね、今、この西新井ですね、駅の東口にぐるっと散策したいと思います。先ほど東口に行くと、ちょっとここからぐるっと散策していきたいと思います。結構ですね、私がですね、ここは波があるところでございます。ちょっとぐるっと行きますね。昔はですね、ここ、野島っていうのがなくて、サティの時でしたら、エルザっていうですね、家電の売り場がありました。で、こっち側がトスカですね、トスカでございます。今皆さんですね、足立区のところの飛行機が上昇しているところ、今見えますか？ロスしますけども、こんな感じでですね、歩きますけども、こっちの方はですね、再開発はされないで、とりあえず今のままの予定らしいですけども、昔当時はですね、こういうですね、コミュニティバス、今ここにバス停ありますけどね、こんな感じで、愛生駅とかですね、亀有駅、南口とかありますけども、こんなバス、当時なかったですからね、このところは。いろいろ変わりましたね。で、そこはですね、社員の、通用口ですね。そこ、まあ、今も一緒だと思うんですけどね、イオンのところの社員中央口があります。従業員の入り口で、そこ見てもらうとですね、IOI 日清同和損保とかですね、書いてあります。ここはイオンのですね、通用口。こんな感じでずーんとありますけどね。ここはですね、昔はシラックスだったんですよ。シラックス。野村克也がですね、監督、シラックスのですね、監督やってましたけど、シラックスがですね、すごい、もう人気あるときはですね、ここのところで、で、そこの駐車場入ってましたね、当時ですね、シラックスのですね。友達とですね、よく来ましたね。夜はですね、オールで、5時ぐらいまでですね、カラオケ行って、そこからまた、あ、違うわ。パターンとしては、一旦、ラッキーレーンでボーリング行くんですよ。ラッキーレーンは一応12時か1時ぐらいで終わりなんで、終わった後に、またですね、カラオケに繰り出すと。ちょっとこれじゃ物足りねえな、みたいな感じでカラオケ行って、そこから、またですね、カラオケ終わった後に、で、昔は24時間、ファミレスやってたんで、ファミレスに行くと。そんな感じのですね、生活を学生時代はやってました。はい、そこですね、なんか新しい店できてますけど、本当はですね、こうサンクスかですね、なんかのコンビニだったんですよ。はい、ちょっと渡りましょうかね。はい、シラックスと、そこイオンのですね、駐車場がそこにあります。もう懐かしいですね。一回も、自分は地元なんで、この車でこっち来たことないですけど、これ懐かしいですね。まあ雰囲気とかですね、懐かしい感じでございます。こういう感じのですね、立柱があるんですけど、これちょっとですね、地権者とのなんかの分かんないですけども、離れてますね、店舗からですね、ちょっと歩かなきゃいけないというのが難点。雨の日とかですね。ちょっと逆光になりますけど、ここは駐車場ですね。ここはシダックスの駐車場だったんですが、当時ですね、立体駐車場、よくある駐車場ですけどね。
馬模様のですね、冬型気圧配置ですからね、ちょっとなかなか大変というかですね、寒い一日になってますけども、ちょっと渡りますか。商品管理ですね。こんな感じで商品管理があります。ではちょっと行きましょう。はい、はい、またもやですね、例のちょっと皆さんにお見せしたいんですけども、例の固めたものがあります。ちょっと失礼しますね。これすごいですね。ちょっとまた固めたテンプルですね、あります。ちょっと一旦これ切りますか。はい、行きましょう。パチンコがありますね。こう宮殿があります。こんな感じですね。これイオンですね。これはね、サティですね、昔の。ああ、ここパナソニックホームズっていうのに変わっちゃうみたいですね。もともとこれあれですね、朝日って蕎麦屋さんだったんですけども、よく行きましたけどね。ここですね。ここは、もう閉店しております。でここはですね、ホテルパインヒルっていうですね、ホテルでございました。私一回も泊まったことないんですけどね。こんな感じです。はい、東口はですね、イオンがドーンと構えてるっていう感じで、あとのやつはですね、特に変わりないんですけども、まあ、ちょっと風が強いですね、基本的に。風が結構強いです。あとモスバーガー買って帰るかな。いつもですね、もうあの小中学校ぐらいの時代からモスバーガーだったと思うんですけど、よく買って帰りましたね。渡ってきましたけども、まあ旧マイカルと、トスカと出会ったですね、昔ながらの街並みを今撮ってますけども、はい、ちょっと一周ですね、ぐるっと回ってきましたが、いい雰囲気でございます。なかなかですね、こういう渋い雰囲気は味わえないと。でですね、
終了したいと思います。では、どうもありがとうございました。東口、西新井駅の東口に回ってきました。